はじめまして。斉藤匠と言います。初めてのフォーラムなので緊張しています。私はこのフォーラムで書く内容はバドミントンの技についてです。バドミントンなんて知らないという方に興味を持ってもらい、動画を見たり実際にプレイしてほしいと思います。第1回の記事の内容はサーブについてです。まずサーブのルールについて説明します。サーブは対角線の相手に向けて行います。両方が0点またはサーブする側が偶数点であれば右のコートから、奇数点であれば左のコートからサーブを行います。ダブルスでは0点または偶数点では右のコートにいる人がサーブを行います。奇数点では左のコートにいる人がサーブを行います。ただサーブをした側が連続で点数を取った場合はサーブした人がもう一度サーブを行います。次にサーブの反則について説明します。サーブをするときにラインに足がついていないことや、サーブを打つときシャトルがウエストより低くないかなどのルールがあります。これを破るとフォルトになり、2回フォルトになると相手に点数が入ります。次にサーブの種類について説明します。今回はサーブは2種類紹介します。まずロングサーブです。ロングサーブはコートの奥に向けて打つサーブになります。シングルスでよく見かけるサーブの一つです。奥に飛ばすことで攻撃されにくくなります。次にショートサーブです。こちらはダブルスでよく見かけるサーブの一つです。ラインギリギリを狙う攻めるサーブです。次にサーブの魅力について説明します。魅力といえば、試合を見るとロングサーブではシャトルが高く遠くに飛ぶ、ショートサーブではギリギリのラインを攻めたサーブやネットギリの上の高さにシャトルが飛ぶところが魅力です。うまくいかないとそこを狙われてすぐ点数を取られてしまいます。シャトルの軌道やラケットの位置などをよく見るだけでも面白いと思います。余談ですが、私はサーブを練習してもなかなかうまく、ロングサーブなら高く飛ばず、ショートサーブならラインギリギリになかなか行きませんでした。最後に、この記事では不十分だった人や興味を持っていただけた人は、ぜひ動画や実際に大会を見に行くと面白さが伝わると思います。この記事だけでバドミントンの魅力や面白さは伝えきれていません。まだまだ技があるので、この後の記事も見ていただきたいです。本記事を見ていただきありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。